高知市の高知情報ビジネス&フード専門学校では、2年前から食肉加工の専門家による特別授業が行われています。その中で、去年学生自らソーセージやベーコンなど4種類の食肉加工品のレシピを考案。今回、四万十町で食肉加工を手掛ける四国デュロックファームが製造を行う形で商品化が実現しました。原料の豚肉には四万十ポークを使用。県産柚子を使った柚子胡椒のソーセージ。四万十町の地酒の酒粕を使ったハムやベーコンなどが、明日あさっての2日間、高知市の高知蔦屋書店で販売されます。